and Brian. Though in life I used to hug her, now she's dead, I draw the line. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. Then I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Trying so hard to forget you. I'll leave the life we have behind. And there are times I fear the day has come. I'm chased you from my mind. But I'm afraid there's always something that set me back and makes me see. You're the guest of memory in the past. You're still a part of me. So how do I start loving you? Don't get things that we used to do. Forget all the dreams that we shared. And how my life was knowing you cared. Why do I end up every star each time? Just tell me how I can forget, so I can say goodbye. I'm tired of all the lonely pain and all the many times I've cried. Forget.
She gave up all.
the rain. If she says that's the way it ought to be, 'cause a smile loves a woman. さあ、そしてスリーチャームズレディ、コモドアーズ、ライオンビリッジのね、代表的なナンバー、昔のナンバーですけども、そして今ね、応援のナンバーをちょっと音程的には限界です。<笑>ね、あの、めちゃくちゃ高いです。これ、マイケル・ボルトンの、あの、キーで追ってきしましたね。めちゃくちゃ高いんでね。最後はまた、それより一つ上がる。<笑>そう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 。さあ、それではですね、サンシャイン・オン・マイ・ショルダー、この辺からね、お楽しみの曲が続きますんで、もしよかったら、ダンスでお楽しみください。
ついぐらいにね、あのトイレが溢れてしまいましてですね朝のしかも6時半ぐらいに大変大変って言って起こされましてですね、いつもおむつしちゃうんですがちょっと皆さんに申し訳ないですけど、中にねもう一枚パッドをね入れるんですけど、それをね流してみたいで、これで3回目なんですけども、なんかおかしいとか言ってね、要するに中にゼリーみたいなのが入ってるでしょ、なんか溶けるとなんかねちょいちょいするような吸収するあれがねこう一面にねトイレがあらってて、ちょうど3回目なんで慣れてますけども、私は全然知らない、誰がこんなことをやったのみたいな、必ずそういう言い方するんですね、だんだんこう年とともに、そんな風になりましてですね、でもね何事もなかったよ、あいいんだよっていうのもたまにこういうことがあるからね、やっぱり不安にさせちゃいけないんですね、そう絶対に不安にさせる、いや大丈夫大丈夫、足上がってねとか言ってね、ちゃんと今のは連れてってやるんですけども、やっぱりね心配そうにねこっちの方見てるんですよ、掃除をね1時間ぐらいかけて一生懸命やられる、何回拭いてもねベタベタするんですよ、それで1時間ぐらいかけて汗だくになりながらね、はい
はい、じゃあお茶飲もうね、そういうのもケロッと忘れてるんですね、うん、だからね、悪いなという気持ちはありながら絶対に何か言うと拒否するんです、うん、そういう感じなんで、でもね、自分の母親ですから全然手間がかかるなとは思うんですけども、でもね、全然うちの女房目の敵にしてますから母親の方がだからかわいそうなんですけども、ね、全部やっぱりその分僕が面倒見てやんなきゃいけないな、やっぱり自然にね、こういう、これも与えられたもんだろうな、中村ちゃんに言わせれば罰が当たったんだとかそうですね、若いところからね、四十何年間好きなことをやってきてまして、今日ミキさんやってくれてる、名前なんでったの？稲垣さん、僕が山にいた時代にね、作編曲コースっていうのがありまして、そこに中学生の時に入ってきてるんですよ。そう、僕が、そうポピュラーソングコンテストの係やってる時に、そう彼がね、作編曲中学生で入ってきてるんですよ。そうそうそう、だからそういう流れが今日ありまして、いろんな話してるとね、懐かしい、話がいっぱいありましてですね、だからね、ね、本当に何十年ぶりですよね。で、僕の名前見てびっくりしたらしいんですよね。そうそう、だからそういういきさつがありまして、こういう、曲もね、母親のために、これからこういう曲もね、喜んで歌おうかな、自然大事だな、うん、やっぱり与えてくれたものはね、ちゃんと気持ちよく受けようと、うん、そういう気持ちで毎日やっております。それを中村ちゃんがいじめますんで、ね、でもね、本当に、40何年間親はほったらかしにしておいたんで、これはね、これから、何年あるかわかんないですけども、ね、一生懸命やってやろうかなと本当思ってます。そんなわけでこの曲を今日は一曲ね、歌いたいなと思って選びました。さあ、それではですね、みんなが大好きな太陽は燃えている、いきましょう。Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, all of that I know. It's just promise me this, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we fall out of love, when you're not near me, love me with all of your heart. Give me your love for a moment, hour and hour. Let me always have you looking from the start.
Where am I?
久保さんによって。調子も絶対止まらないね。もっともっともっと、誰もがそう思ってるっていうね。どんな女性もみんな彼のことが大好きですね。やっぱりジェームズ・ボンドのことね。そんな歌になってました。そう、なんで50年前、そういやね、1965年、ちょうど50年前、何をしてましたか皆さん。15歳、50年前、高校生みんな。そういえばね、僕ね、名古屋出てきて初めてデートしたのがね、ダイヤモンドは A2 っていう007シリーズね、ダイヤモンドフォレバーってやつ、あれね、デートで見に行ったんです。そう、初めて手つないでね。そうそう、名古屋で初めて彼女ができまして。違う、全然もうだいぶ前だもん。そう、ニューヨークはそのずっと前から、高校時代から知ってます。いや、全然付き合ってない。ニューヨークとは全然付き合ってないんですよ。そう、そう、ただの通りかかんの人。そういうわけでですね、デイドリームビリーバーは今で、久保さんがチャレンジしてまして、もうぼちぼち歌える頃かなと思いますけどね。さっきのはね、山本さんが今度ぜひチャレンジしてほしい。今度歌うのは、今度は、ね、中村さんがチャレンジする、今チャレンジしてます、グレートプリテンダー、今、ちょうど歌、勉強中の歌をね、今日は、心の中で歌ってください。さあ、後半ね、元気な曲続きますんで、もしよかったらね、チグの方でも楽しく、グレートプリテンダーから。
Get the wine, watch
Talking about the little lady.
トイレ休憩を設けたいと思いますので、ね、皆さん今の時にね、ご注文なさってください。ありがとうございます。